IEA 国際エネルギー機関は発電などのエネルギーに関連した今年の CO2 の排出量が去年と比べて5%程度増えるとの報告書を公表しました主な要因は中国を中心としたアジアで石炭火力発電の需要が増えることです IEA の事務局長は各国の政府が速やかに排出量の削減へ動き出すよう訴えました